さて岡崎さん、はい、漫画におけるセックス描写の問題でその他にこう UC というのはどんなところですか？なんか恥ずかしいんですけど乳首の問題っていうのがありまして、ちょっと乳首ですか？ちょっと口に出すと恥ずかしい、すごい恥ずかしいんですけど、女性誌とか読みてて乳首が黒すぎるような気がするんですよね。書き込みすぎで、だから女性の夢とロマンを書くべきレディースコミックでちょっと黒すぎるんじゃないかっていうのがあって私はもう少し可愛らしいのを書くといいんじゃないかとか時々ページをめくりながら思うんですけど。実際に岡崎さんはどういうような感じで書いていらっしゃるんですか？ですね、漫画を描いたりイラスト描いたりするときにスクリーントーンというのがありまして、こういうものなんですけども、まあ1枚700円ぐらいで売ってるって、やっぱさすがに手慣れた、手慣れたっていうかプロですから私スクリーントーンでこういうのやってる時がかなり楽しい仕事の一瞬ですね本当にだから、まあ、今できたんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、意外とこう、思春期から成熟に向かうまでのあれがさっぱりとした効果で出るんじゃないかなと思って使ってるんですけど。ああ、なるほど。15歳、25歳、35歳と、割合とそういう気しませんか？ということはですよ、はい、例えばですね、はい、この61番このスクリーントーンを買ってきましてね、15歳の方は例えばこれ買ってきて自分のとこをね並べて確かめてみるとか、そういうことも可能なわけですか？やればいいけど楽しいかもしれませんね恋人同士で君は何番なのかっていうのでいいと思いますけど。なるほど。最近出した単行本がありますよね。あるんです。それはこの本なんですけど、あんまり本屋さん、大きな本屋さんだと売ってると思うんですけど、あ、じゃないと売ってないんですけど、この本なんですけど、退屈が大好き、割合と面白いんじゃないかなとか思うんですけど、買ってみたらどうでしょうかと思うんですけど。やっぱり中身は割とあっさりしたセックスとか、あっさりしたセックスと、あとあっさりしてないセックスとか、あとそういうあっさりしたりとかあっさりしてなかったりする私たちの日常みたいなのと、夢と希望が満ち溢れてる、とてもいい本だと思うんで、よろしく皆さんお願いします、はい。というわけで、今夜のゲストは漫画家の岡崎恭子さんでした。それではまた来週も何でも考え、何でも聞いて、何でもかんでもうなずこう、関口一之のさようですか。また会いましょう。